I hear the sea on the sky.
コンコンコン安山さん書いてコンコンそう鐘の音をやってくれたんですよ。ちなみに日本のお寺はすごい今いきなりいきなりぶりでお茶ぶりお茶ぶりでしたね。ジョヤの鐘ふたしくるとしてねそういう鐘じゃないんですよね。もうちょっとこうなんか今の安さんの前初めて聞いた俺もう一回なんかこんないい音の鐘があったんすか。もうちょっと高くないですか。わーわーわーだから安さんだからこうこれ合わせてここに合わせろ合わせろよせーのちょっと頼むやってくれよせーの鐘の音か源ちゃんが心を込めてついているんでしょうね。あ、分かってくれた人は分かりましたね。それがやりたかった。もう一回、せーの。あー、せーの。せーの。機材ケースの中に隠れていた人。せーの。ゴーン。以上。もう二段持ちだよ。いつから考えてたんですか。いや今覚えてる。二段持ちは結構高度だから。鐘の音か。いやごめんなさい。もう個人的にねもう大好きなんですよね。車虎次郎が大好き。じゃあもっと爽やかに江戸川の風に乗って行きましょうか。そうだちゃんとバイクにしてんだよ俺。いいかな。Thank you.
次の駅は上野、上野。なんだお前それ。何の意味があるんだよ。以上。全員困ったぞ今。みなかみにしようかってすっごい迷ったんですけど。どこでもダメだよお前。いや記者がどんどんこう去っていくイメージだったんですけど、なんで上野についちゃうんですか。ちょっとそれが分かんない。やっぱり終着駅は始発駅。で町も村も森もまで行ってどんどん郊外に行ってるんですよ。水上がいいかなと思ってやっぱり戻ってきちゃった。終着駅は始発駅。そんなイメージで歌いましたけど。ワゴンっていうのが過去記者のですね。ご存知でしたかこの歌。知らないですか。竹内まりやも実はカバーをしておりました。古い曲ですよね。これフランス人。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 ざっくり言ってフランス人。フランス女の子なんですけどね。そうですね。初めて、ね、記者に出会って、この対面の記者でね、2人座ったけど、素敵な男の子ね。記者、最後まで終点までで、2人は恋人になれないかしら。そんな曲で。ございましたので、そうね、先に言っとけばよかったです。そういうなんかそういう歌でございました。ということで次の曲は、なんだまあじゃあちょっとじゃあ行ってみましょう。そして終着駅で恋人になっちゃうわけですね。